皆さんこんにちは。クラスメソッド CX 事業本部カフェチームの大村です。今日はこのセッション、動け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 動いてよ今動かなきゃ何もならないんだという内容で。 私の方から発表させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますはじめに簡単にカフェチームとしてカフェでやってきて今までの内容と自己紹介等が一番初めにあるのですけれども一応下の欄の方に該当するセッションまでのリンクがありますのでもしお急ぎの方がいましたらその該当するところまで飛んでいただいてもいいかと思います初めにカフェの説明をしてその後にそのカフェの まあ展示会で起きた悲しかった出来事をこう述べさせていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、私、えーと、大村と申します。あまりこういうあの公の場には出てこないんですけども、2012年4月に協力会社の社員としてクラスメソッドに派遣され、2013年4月から今のクラスメソッドの正社員として入社しました。でクラスメソッド歴としては大体9年ぐらいですね。 で何をやっているプログラマーなのかっていうと iOS とか Android のエンジニアをやったりそれ以外にも何でもやるよっていういろいろやる雑食プログラマーと呼ばれていますただしあの雑食ではあるんですけども実際の嫌いな作業物がたくさんあるっていう変色ではあります好きな技術は NFC ニアフィールドコミュニケーションズですねクラスメソッドでもポジションなんですけども2012年に入社してからはアプリのデータベースプログラマーとしてまず採用されました で、それから2013年 PHP を中心としてフロントエンジニアとして活躍し、その後2014年からは iOS とか Android のアプリを作る、ibeacom もこの頃ですね。で、それからサーバーサイドに1回テルビースカラーをいじって、2016年にはソラコムの IoT の要員としてアサインされ、AWS とか Python とかをやりました。で、2017年にはまた別の。 とこ行ってサーバーサイドエンジニア Java で書いてその後はドキュメント書いて SDK の評価をしたいということで、はい大体こんな感じですね一番初め開発部っていうところに入ってその後 iPhone サービス事業部っていうところに移動してその後 AWS コンサル部に,に、まあ、出向みたいな形になってその後事業開発部っていうところに移動してみたいな、まあ、社内の中でもいろんな部を回っていろんなことを経験してきていますはいで 2019年ですね、カフェチームにアサインされて、これが CX 事業本部時代と言われてます。これが今も続いております。で、デベロッパー材用カフェな、まあ、通称横田で Go と呼ばれてるんですけど、それのこれまでなんですけども、えっ、ー、と、2018年5月に弊社の横田が AmazonGo にみんなで視察に行った時に、これはすごいと。これをぜひ日本でもやりたいっていうことで、日本でちょっと作ってみようよっていう流れになります。 で、2018年6月にシーズン1として、あの、今のウォークスルー型の店舗のプロトタイプを作り始めて、それを2018年、デベルッパー材用2018の時に UDX で、こんなんですよ、みたいな形でやったのが、確か最初だったと思います。はい。で、その後、 それだけにとどまらず、2019年2月にデベロッパーザイオカフェとしてシーズン3を開始してで、その時は信じられなかったんですけど、なんかいきなり店舗を借りてきたからみたいな話をし始めて、でほんえ本当に本店舗出すのみたいなことを信じられなかったんですけど、まあ、実際に2019年2月の25日にデベロッパーザイオカフェがオープンしました。これがあれですね、弊社の秋葉原オフィスの近くにある店舗を借りたって形ですね。はい でそれからは、えー、といろんなところにこう出店しながらどんどん店舗増やしていって今はシーズン5と呼ばれているところまで突入している形になっていますで今までのカフェどのぐらい出してるのかっていうのを大体この表にしたんですけどもまあ一番初めにデベロッパーズ用カフェの秋葉原店を作ってでこれが2月25日ですね去年の でその後にダイヤモンドフェア2019っていう三菱、まあえー、食品さんが主催しているあの展示会に出させていただいあお声がけいただいて出させていただいたのが2店舗目です。でそれから1週間2週間後に、えー、と大英さんからあの昭和女子大で一緒にこう店舗出しませんかっていう相談があってう受けてじゃあ,あの僕らとしてもその一般的な人がどう使って くれるのかっていうのをちょっと幅広くリサーチしたかったっていうのも含めてあおいいですねやりましょうということで大英さんと昭和女子大学のまあ一角をちょっと借りてやったっていうのが3号店ですねでこれがだいたい1期が1ヶ月弱2期が、えー、と3ヶ月4ヶ月ぐらい続いたっていうまあこれがだから全部合わせると半年弱ぐらい続いた店舗になりますはい でえー、とその後にデベロッパー材用カフェ上越店ということで4号店を出したんですけどこれが大体10月の下旬から11月上旬です、ね、に新潟の方であの大きなコンテナ <laughs> 電車とか船とかに運ばあの大きなコンテナの中をくり抜いて、まあ、店舗にするっていうのをちょうど上越のふ,ふるさとっていう,こうお店の集合している場所があるんですけどそこで やっていたのでそのでそコンテナの中に店舗をまるまる作って、それをコンテナをどんどんいろんなところ移動させていくと移動型店舗になるんじゃないのみたいなことから始まったのが、デベロッパー材イーカフェ上越店ですね。これがその10月から11月ぐらいにオープンして、確か11月7日かなにオープンして、それから半年間、5月、6月ぐらいまで続きましたね。はい で今年に入って5号店ということで SC ビジネスフェアこれショッピングセンターですねショッピングセンタービジネスフェア2020に出しましたでこれは主催者の方から主催者のその企画の中の一つとして出ませんかみたいな形で出してこれも1月今年の1月に出してその後あの同じくして2月ぐらいの中旬かなにスーパーマーケットトレードショーということで2022年に6号店を出しましたで今 その時にまず僕らのカフェのそのシステムをどうやって横展開していこうかっていうことでもうやぐラって呼ばれているこの枠組みを初めに作ってしまってそのパーツ丸ごと買って持ってコピーすればこういろんなとこに店舗できるよねみたいな形にしてやぐらと呼ばれるそういう枠組みを作りましたでこれをすることによってハードウェアの導入をしやすいようにしたりとか あのまあ、パーツパーツがもう決まってるものはあとは設置していくだけなのでそれをパターン化していくことによってあの毎回同じ人が行かなくても大丈夫なようにこう人にあの依存しない、まあ、毎回こう構築しなくてもいいようなものをこうどんどんコピーしていこうということですねやりましたでこれもヤグラと大きくしたコンテナを作ってっていう形でそういうパッケージング化してどんどん展開していこうということをしてました でここからが本題なんですけども短期間の出展っていうのが今までの今6号店の中にいくつかあったんですけどそれを今回取り上げたいと思います、はい、ということで短期間の出展はシミュレーション命というところで 今回のカフェのこの出店の中で短期間でやったのが2号店のダイヤモンドフェア2019店と5号店のショッピングセンタービジネスフェア2020店とあと6号店になっているスーパーマーケットトレードショー2020のこの3つですねに対してえと詳しく見ていきますまず第1弾ダイヤモンドフェア2019店ですねでこれの会期が去年2019年の4月9日から11日の3日間 なんで本当にもう3日間、毎日8時間ぐらいかな、8時間かける3、3日間なんで、24時間ぐらいの間、動いてほしいっていうものを作ると。で、設営期間としては、その2日前の7月7日の午後から8日まで、だいたい1.5日あります。で、これも4月7日の午前中は、大きな外側のこの、 壁を作るとか、そういう設営が入るので、午後からしか設置できませんよということで、7月7日の午後から8日、丸々1日、1.5日分でしたね。会場としては東京流通センター、羽田空港と浜松町内のモノレールの中間地点ぐらいにある流通センターってところあるんですけども、そこの展示会場を使いました。 でえー、とこの時は先ほど言ったヤグラって呼ばれている枠組みを2つ分をセットアップするっていう流れですねでなぜかっていうとあの他の展示会を皆さん行ってるかどうかわからないんですけども展示会って入っていろんなところを自分の興味持ったブースをうろうろしていってでそこを体験してっていうのは普通だと思うんですけどこのダイヤモンドフェアっていうのは僕も初めて経験したんですけど入り口を入って 出るまででがほぼほぼぼ一本道なんですよねだから決まった流れで全部を見ていってもらって最終的にっていうその全部のテーマに沿ってこう見ていけば全部を学べるよっていうような展示会だったんですよ。なのでこの時来場者が2万人とかそういう結構何人数来たんですけどそれが全員この櫓の前を通っていくんですね。 一気に人が来るときはもうすごい、もう20人、30人が一気にわーって押し寄せて、こう体験したいって始めるんですけど、ちょっとそれは、あの、ラ1個ではまずキャパが足んないので、そのラを2つにしてロードバランシングしようってことをしました。で、まあ、人が少なかったり、片方トラブルになった場合は、片方を止めて、もう片方が動いていれば、最低限、こう、お客様の体験も止めることなく、見せられることができるよねっていうことで、 こうダイヤモンドフェアではもう2つ作ってセットアップしたっていうことがありました。で、この時のトラブルだったんですけどね。 あのまあ初めての展示会でやぐラっていうのを組み立てたんですけどそれの組み立ての時間に誤ってたところがあって割と時間がかかってしまったのでもう丸々初日はもうその重量センサーを置いたりとかそういう棚に何か物を置いたりとかっていうところまでは到達できないでもう枠組みだけつけてネットワークを介すところまでが限界でしたね。 なので、えー、と調整に結構時間がかかるんですけどもその辺の調整をし始めたのが2日目に入ってからだったっていうところがあります、えー、と展示会の移動して一番大変なのって結局上から見るこのトフセンサーって呼ばれているので人の影を追っていくんですけどもその人の影が高さの長さが変わったりあの下のひに敷いてある絨毯が違ったりもろもろの影響でこう 角度の調整をしなきゃいけないっていう時間結構あるんですけど、それが結構時間がかかってしまったっていうのがあって、で、この時のトラブルが、あの、もともと外部のネットワークを2セット分用意してもらうようにお願いしたんですけども、来てたのが光のケーブル1本だけ、まあ、最終的にはそこにこう光ルーターがついていて、そのルーターからこう、まあ、欄がはわせられてるような状態だったんですね。 ということはあの、2環境を僕らはセットアップして、それぞれにルーターをつけて、こう外に出ていくようなことを考えてたんですけども、片方のネットワーク環境をもう片方の下配管につけなきゃいけないようになってしまった。何が起きたかっていうと、僕らはそこのネットワークの中に、例えば、 イク216801をこっち片方のネットワークローカルに設定したらもう片方もイク216801で作ってたんですよ一つ一個上にルーターがあればよかったのでそれでよかったんですけどルーターの下にルーターを置いたのに IP アドレスこっちはかぶってるもんだからここの間のルーティングがうまくいかなくて結果片方をイク216821とか11とか別のネットワークとして切り離さなきゃいけなかったっていうことを に結構時間かりまました、まあこれは自分たちの設定したミスだというところもあったんですけどまあそういう意味でもねあのちょっとそれは失敗だったかなと思いますで結果、えー、と両方とも2つの矢倉がオープンできたのは初日の午後でしたなので あの片方がセットアップできたのが前日のオープンえーと閉館までには終わっていたので次の日オープンした時片方を動かし始めてたからもうあのとりあえずお客さんがこう体験できない時間帯はなかったんですけど。 まあ、両方ともオープンできたのは初日の午後でしたっていう流れですね。でまあ、本当にそこでは、あらかじめそういうネットワークに対するトラブルがあるんだなっていうのを分かってなかったのと、やっぱ環境を2つ作るっていうことは、別々のネットワークで IP アドレスも設計したりとか、いろいろしなきゃいけないなっていう想定外のところがあったっていうのがあります。で、次。えっ、ー、と、第2弾は、そのショッピングセンタービジネスフェア2020。今年ですね。 ちょっと間が空いて半年後なんですけど、これが展示会2つ目でした。で、この会期が2020年1月22日から24日の、これも3日間です。で、設営期間もその2日前、1月20日の午後から21日までの1.5日。これも似たような感じですね。はい。あの、先ほどと同じぐらいの設営期間で、先ほどの同じような会期。で、今度会場がパシフィコ横浜になって、前回よりも天井高くなりました。 で、天井が高くなった分、あの、主催者の方で枠組みを作ってもらったんですけども、それは今回、あのそのまま丸々使っていたので、矢倉ではなく、主催者のその作ってくれた枠の中で利用させていただきました。で、この時のアップデート、大きなアップデートは、まあ、入り口にゲートが追加されてますよとか、まあ、あとは重機がこの重量センサーだけを使ってたんですけど、はじめ、あのさ、お皿のような、 重量センサーばっかりだったんですけど、それだけではなくて、フック型の重機も追加されてました。はい。で、えっ、ー、と、見ていただくと分かるんですけど、こういう枠ですね。上側にこう、キャッシュレス決済体験店舗みたいな形になっていて、入り口に、えっと、ゲートがあって、QR コードリーダーがあって、そこにかざして中に入っていくみたいな形ですよね。 で、出てきたところで、その中に入っているこのトフセンサーでこう人が動いている動きが見れますよとかっていうようなその一通りの体験の流れを作った。で、これが前回と違って、興味がある人はこう寄っていってもらう形だったので、そんなにこう一気に人が押し寄せないだろうということで、まあ一応待機列を準備できるようにはしてたんですけど、まあまあまあそんなにそういう人が溜まってのどうこうっていうトラブルはありませんでした。で、この時のトラブルですね。 ちょっと前回とはまた軽量が違うんですけども荷物の一部が半梱包時にこう搬出しそびれて届かないってことがありましたでレンタカーを急遽借りてパシフィコ横浜から秋葉原のオフィスまでこう往復するっていうのをやったんですけどこの時 QR コードリーダーがなくて QR コードリーダー誰が梱包したのかって僕なんですけど僕がそのまとまってるところに出しそびれてたっていう ね、まあまあ QR コードリーダーだけじゃなくて他にも持ってきてなかったディスプレイが足りないとかいろいろあったんですけど、まあ、そういう意味でもちょっとねレンタカーを借りてわざこのワたふたしたっていうので初日が結構バタバタしました、はいまあ、2日目1日まるこう重要センサーの調整とかいろいろこのップセンサーの調整とかができたのでこその点は良かったんですけどねで まあ先ほどの写真見てもらったら分かるんですけども入り口のゲートだけを追加したのであの終わった後に説明されているものを見ながら中にこう逆走する人が結構多かったんですよね秋葉原のカフェとかでは出口の方にもゲートをつけていて逆走しないような 対策をしてたんですけどその出口入り口ゲートのこのレーン型って呼ばれてるものではなくてポール型って呼ばれているゲートを持っていったので今回は入り口だけに設置すればいいだろうと思ってたら意外と出口から逆走するお客さんが続してこう体験にこう一回すみません止まってくださいみたいなことになりましたあとはもう服型の重機が初めて使ったっていうかその展示会場で使ったっていうのを ところが初めてだっなんでなん,なんでか知んないけどこの人がいないのにサイネージって呼ばれてそのアイテムを取ったり戻したりすると上側にこに値段が表示されたりこういうレコメンドっていうんですかあの戻したらお客さんに他の商品どうですかみたいな進勧めるようなそのサイネージを作ってたんですけどそれがあの人がいないのにパッパパッパ変わっていくんですよね。 でどうしててかなと思って毎回同じところばっかり変わるからどうしてかなと思ったらどうも風や振動の影響を受けていてとある一定のところの服がずっと動きっぱなしになる。籠型の重機だとあの割とこう物が置いて安定してるんでいいんですけど服型の重機になると物がこう揺れるんですよね。で揺れる関係上重量が変わりやすかったっていうのがありました。 で、それがこ、この画面ですね。この画面で、あの、左上にあるチーズドック、真ん中の左上にあるチーズドックが結構揺れて、毎回反応したいっていうところで、チーズドックを取った戻したみたいな反応になってしまうっていうことが結構あったりとか、そういう、あの、 風の流れとかっていうのは現地でこう組み上げてみないとどうなるかわからないのでそういうトラブルもある,んだろうあるんだなっていうのが分かりましてまあそれからはこの敷地をこうね設定してもうちょっと振動がこう多くなってきた時に初めてあの不安定になってるよとかそういうふうなあのプログラムのロジックをこう改良していっていろいろ調整したりとかしてました。 いろいろ毎回こうね、こう反省点があって、その反省を生かしながらこうやってたんですけど、で、第3弾がその後の終わってすぐなんですけども、1ヶ月後、スーパーマーケットトレードショー2020ということで、これが会期が2020年2月の12日から14日、これも3日間、同じでした。ただ違うのが、設営期間2月11日の1日しかありませんでした。 会場ははメだったんですけどもこれは今までのブースって全部この自分たちだけのブースをこう使わせてもらってたんですけど今回はこう重機とかを作っている岡村さん区内でもかなりメジャーなメーカーさんがあってそこの岡村さんのブースの一角にちょっと僕らも設置させてもらったんですよねでなぜかっていうとその岡村さんと一緒にあのいろんなフック型の重機も作ったんですけど今回初めて冷蔵を 重機の中に重量センサーを仕込んだものとかあの元々もともと重量センサーをもう棚に仕込んであるものとかっていう棚ごと今回は展示をしたかったのでその展示をするのに岡村さんの方岡村さんと一緒にこうやりませんかみたいなやってくれませんかみたいな話があってこのスーパーマーケットトレードショーは岡村さんとして今回出店させてもらったっていう経緯があります。 でまあ、この時は先ほど言ったはんあのゲートを逆輸送しないように入り口だけじゃなくて出口側にもっと設置して冷蔵重機を入れてとかっていうアップデートがありました写真はこんな感じですね右側の入り口入って物を取ってあ真正面にまず冷蔵重機があってで物をいろいろ取ってで出口側のゲートから出てくるというこの一つの流れですね 小文字型で入っっててくるっていうこれで横を見ると分かるんですけども他にも岡村さんのこの冷蔵重機の宣伝だったりとかレジの宣伝だったりとか裏側にはゴンドラのカメラとかシェルフサイネージとかそういういろいろなこう取り組みしてますよっていう中の一角として今回スーパーマーケットトレードショーでは僕らがグラブゴーということであのウォークスルー型決済の店舗どうですかみたいな話で まあ展示させていただきました。で、事件はここで起きました。まあ準備が1日しかなかったんですけども、準備1日で僕らはやりきって、あの、動作して、あ変えた変えたよかったよかった、じゃあ明日をよろしくお願いしますみたいな話をしながら次の日になったんですで、次の日に僕がボード電車に乗っていって、その時秋葉原のカフェの方で仕事しようかななんて思いながらこう乗っていたらいきなりあの車内のストラックで、大村さん、ゲートが開かないんですって言われて。 んゲートが開かないんです。ゲートもあの、これですね。この2本のポールのゲートですね。入り口側と出口側があるんです。どっちが開かないんですか両方開かないですって話になりましし。え、ゲートが開かない。でもゲートって昨日の準備段階でも正常に動いていて。で、前回のショッピングセンタービジネス。 ショッピングセンタービジネスフェア2020の時でも入り口のゲートを設置して動いてるんですよ。でそこでは一切トラブルは一回も起きてなくて。で、さらに言うと、秋葉原でずっとカフェでもそのゲートを使っていてトラブルは一回も起きてないんですよね。まあちょっとトラあのゲートがはやあの閉まるのが早すぎるとかスピードによるトラブルとかはあったんですけどもゲートが開かないっていうトラブルはなかったんですよ。 でなんで、ゲートが、トラブルが起きるっていうことは一切考えてなかったんですねな。なんでだろうと思ってあの。ゲートのコントローラーと呼ばれている、まあ、そのゲートに付属している端末に対して、ラズパイから API によってオープン・クローズドをコントロールするってことをしてました。なぜなら、自分たちで QR コードをかざしてもらうんですけども、その QR コードをかざして、この、 入店の処理ができていたらオープンさせるみたいなことをやるので、それをやるための QR、あの、ラズパイがあって、そのラズパイから API コールをしてますはい。なんで、ゲートが開かないなんでだろううん。ゲートが開かないえ、なんで今なんで今なのねえ、展示会だよね。展示会って残りあの、展示会って時間短いんですよ。3日間しかないんですよ。 もう心の中ではこうですよね。動け、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 動いてよ、今動かなきゃ何もならないんだこんな感じです。もう僕の中でも怒り信じくんでしたね。展示会場において、体験が止まるっていうのは非常に印象が悪いんですよね。できる限りお客様に来てもらったお客さんが、 こうすごい体験をして帰ったっていう気持ちになってほしいんですよで。僕らもそれを目指してずっと止まらないように作ってきたので、例えばなんですけども、これが正直な話、秋葉原のカフェで起きたものであれば、秋葉原のカフェはあの割とこうショールーム的なところもあって、すみません、ちょっと止めますみたいなことは若干やりやすいんですよね。正直な話です。もちろんん止めない方がいい方がですすけど調整する時には止める ってていう告知もししますし毎回毎回こうアップデートを繰り返しているので割と止めて新しいものを入れて動かしてみてダメだったら戻してとか止めて動かしてよかったらじゃあそのまま次やってみてとかっていうのをやる場が秋葉原のカフェなので秋葉原のカフェが止まるのは結構あるんですけど展示会で止まるっていうのはもうご法度だと思ってるんですね もうそこの場に来てもらう人って結局ウォークスルー型決済の店舗を見に来てもらってるわけではなくていろんなものを見に来た中でいいものを探そうとしているお客さんが多いので例えばここでいいものを出すとそのまんまお客さんの中で良かったねあれ良かったすごかったっていう感想のまんま書いてもらえるんですよだけどねそこの体験が止まるのは非常に印象が悪いあれは大したことまだないねみたいなこと言われちゃうと こっちとしても心外だし残念だしみたいな形になってしまうのですねなのでもうそこの現場が止まるのはダメだしでそうなってくると止まってる間かなり現場の空気が悪くなったりとか <laughs> しましてでまあ なんで、とりあえずゲートを使わないでも体験してもらえるような形にできないかなっていうことを考えて、こう電車の中でいろいろ考えながらで。幸いなことにゲートを止めてもオプションを変更さえすれば、ゲートがなくても続行可能だよね。ゲートのこのこ ね、開,け開け閉めパタンパタンはなくなるんですけども、まあ、ゲートなしでもそのまんま体験してもらうこと自体はそのメインのウォークスルー型店舗を体験してもらうことはできるかなっていうことで、ね、ただ問題だったのがその方法を誰にも教えてなかったっていう作った僕しかわからない状態だったっていうのがまずくてなのであの満員電車1回降りて駅のホームの椅子に座ってピ c ピシ開いてゲートのラズパイにリモートで ソラコムでリモートでアクセスしてで、ゲートを使わない設定に変更をかけて、全部リセットして、で事なっきを得るっていうことになりました。もうこの時バグバグでしたね。で、出社を取りやめて、慌ててあのカフェに行こうとしたんで、出社を取りやめて、もう現地に直で向かって、で、 到着してゲートが開かなくなくった原因をちょっとゲートのコントローラーとかその辺の電源はつけっぱなしでもう大丈夫なんでみたいな話をしてたんでその状態で一回こう調べたんですけどあのゲートをこう開閉するところのラズパイ上のソースとか全部のコードを見るんですけどもゲートが開かなくなるような箇所ってないんですよで特別おかしいなところもないんで まあちょっと様子を見たいんで、サイドゲートを動いた状態で様子を見させてください。まあなん、な、な、そのゲートがね、ちょっとフリーズしちゃうこともあるんで、まあ、サイドゲートを稼働させてくださいって言って、稼働してもらって、動かしてみたんですよ。そうする、そし様子見を見てたんですけど、まあ、やっぱり30分とか1時間ぐらい経つと、なぜかまたゲートが動かないんですよ。うーん、で、 そのゲートが動かなくなった瞬間にお客さんの体機が止まるんでちょっと今メンテナンス中ですっつって少しだけ止めてもらって急いでゲ原因を調べようっつってもうそこからパソコンでバーッとアクセスしてラズパイの中を見たんですけどで原因が判明しましてゲート API がタイムアウトしてるんですよ要はラズパイからゲートを操作するコントローラーに対しての通信がタイムアウトしてるんですよね なので、ラズパイからするとゲートがオープンできなかったので、ゲートのオープンに失敗したからチェックインも失敗してるよねっていう話になって、で、認識に失敗しましたというエラーを出してるっていう状態でした。でも、ゲートのコントローラーの通信経路が怪しいんですよね。でも、そこはローカルの乱だから、インターネットが不安定になって起きる原因でもないなと。 まあ確かにあのインターネットが悪いかもしれないと思ってその現場で用意してもらったあの優先の欄ではなくて僕らが他から用意したあのモバイルの欄を持ってきていろいろな回線を使ってみたりもしたんですけどもそれでも良くならなくてまあ安定したんでそちらを使ってたのはいたんですけどもで原因を探っていくうちに今までの ネットワークって全部自分たちが優先の LAN ケーブルを持ち込んで全部 2m、3m、5m、7m、10m みたいな長さを全部用意してこう自分たちでこう LAN を這わせるってことをやってたんですよ。まあ、まあもちろんお客さんの方に見えないようにラの後ろ側を通したりとかケーブルの柱の,この中に入れたりとかっていうのを考えながら自分たちで全部 LAN ケーブルを用意して送ってやってたんですよ。 だけど今回岡村さんの方であのいろんなブースのところに LAN ケーブルを這わせるからっていうんで這わせた後僕らのやぐらも全部作ってもらってあの岡村さんに準備してもらったもらったので LAN ケーブルもそこでつけてもらったんですよね。 だあの,棚の裏側ここにはランケーブル5本欲しいですとか上にこうトフセンサーつけるんでここに1個ここに1個ここに1個欲しいですとか入り口のところでこうゲートコントロールするんで入り口のところにはランケーブルが3本欲しいですみたいな形で全部あのどこに何本出して欲しいっていうのを入れてでその場で全部こうかしめてこうカチャンカチャンつってランケーブル作ってもらったんですね今回だけ施工業者さんによる施工だったんですよでその時に あっとあっと気がついたら、このネットワークの疎通の確認をしていないんですよ。ちゃんとネットワークがつながってるか。これネットワークの施工が怪しいなと。まあまあだから結論としてはもうネットワークの物理が原因だろうという結論に至りました。 でネットワークが悪いこと分かったんですけど展示会行って3日間しかないんですよでそれを分かったのがだいたい1日目が終わったぐらいの時にこう閉店していろいろ何回もやってみたところでこう動作させてみてこう、うん、動く動かなくなったみたいなことをやってたんですねだけどこのネットワークの不具合のどのケーブルが悪いかまで特定するの難しくて あのどっち全部はわせてあるのでそれをひっくり返してもう一回施設ねえ布し直すとかってうのも大変だったのでで幸いなことに他の重量センサーとか塗布センサーとかねゲートのラズパイとかこの通信はうまく動いてたので もう今回はもうゲートの,そのネットワークは使わずにゲートを使わず今回利用せずにお客さんにも体験してもらってこのウォークスルー型の決済店舗っていうのを体験してもらおうっていうやっぱり体験重視なのでその体験してもらおうって方向にもう倒しましたなのでゲートはただこうなぜか知らないアクリル板をついたこの棒が開きっぱなしのものが置いてあるみたいなまあゲートがある分そこが入り口なんだろうな出口なんだろうなのがわかるぐらいですね 置いててあるっていうその動かないゲートが置かれたまんまだったので、いやー、これは非常に悔しい結果に終わってしまいました。で、ね、最終的なまとめなんですけども、まあ、どれだけいろいろなことがあるかっていうのを想定して準備をしてもトラブルってつきようなんですよ。あの、ね、もう荷物の搬入がなかったとか、ね。 あのなんか風が吹いたりとかっていう場所が悪いとかなんか光の反射が悪いとかそういうのはもうしょっちゅうなんですねなのでもうトラブルは起きても寛容に対処しようっていう心持ちで何が起きてもこう穏やかな気持ちでやろうかなっていう風な意識に変わりましたでもう準備の数は余裕の数ですね ももしし想定てて作り込みををするっていうことを考え今回であればゲートがないもののオプションをつけられるようなことにしておいたので最悪な事態あの全部が止まってそれ以降体験できませんという状態で止めることがなかったので良かったんですよだからそういう意味でもそういうオプションは全部切り離して全部ない状態でも動くものにしておくっていうのは重要だっていうのをあらかじめ思いました ネットワークが止まった時どうすんのとか、今回で言うと、ネットワークが止まったら AWS を使っている関係上、もうシステムとしてはアウトなんで、そこはもうしょうがないんですけど、インターネットが止まらなければ、いろんなところのパーツがパーツが止まっても、例えば重量センサーが1個こ,うねこけて止まっていても、そこの重量センサーの部分だけちょっとね1回こう商品をどかしておいて、 ね、メンテナンスみたいなことにはなるかもしれないけどもそういう形でこういろんなところがこうトラブルが起きてもなんとかなるようなものを作っていくっていう意味でもゲートがなくても動くとか例えばこの QR コードリーダーに関しても QR コードリーダーも何パターンかの接続の方法があって USB でいろいろ挿すとかっていうところをこう作り込んではいるんで,でもしダメだったら違う QR コードリーダーを置いて使うっていうのも想定しながら準備はしたのでそういうふうな形でもしもの時の 想定ししてて作り込みをしていた,たっていう部分でやっぱそれは継続してやろうかなって思いましたでまあこれが一番重要ですねいざという時どうなったらどうすればいいっていう対処マニュアルは作っておけばよかったなと思いましたなのでもし皆さんの中でこう展示会でこう出したいなとかなんかそういうところに出したいなみたいなことを考えている人がいるのであればぜひあの トラブル時の対処マニュアルを作っておいた方がいいよっていうのをまあ僕からこうね言うまでもなく皆さん作ってると思うんですけどあるのでぜひぜひあの作っておいていただけるといいかなと思います以上大村からの発表でしたご清聴いただきありがとうございました